今回は福岡にあるキャナルシティにやってきています。なぜかと言いますと、全世界で500万人動員の新作デジタルアートが作り出す体験型知育空間チームラボアイランドさんの学ぶ未来の遊園地に来ています。しかも九州地区では初オープンだそうです。では行ってきます。おI'm sorry.
どうでしたか？よかった。アリサは自分の描いた絵などが描いて、動いたり飛び出したりしてとっても嬉しかったし楽しかったです。ネネは滑り台やトランポリンの絵とかタッチしたりしてなんか動いたりするのが本当の未来の遊園地みたいでした。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。